やあやあそこの少年こんなところで何をしてるんだい君みたいな子がこんな路地裏で一人なんて悪い大人に誘拐されちゃうぞ自分は少年なんて歳じゃない私から見れば大概の人間は少年少女なんだけどなってそんなことはどうでもいいんだ君こんなところで何を もしかして、家の外でいけないことするのが好きな変態さんだったりして。<laughs> 春ってそういう変質者が増えるからな。<laughs> って、冗談だよ冗談。君がすっごい緊張した顔してたから、場を和ませようとしただけさ。それね、真面目な話、ここで何してたんだいどうせ信じてもらえないからいいって。 なんかヤバそうだねでも大丈夫私自慢じゃないけど結構役に立つと思うよだからほら遠慮しないで話しちゃってよ吸血鬼に襲われたそれはまたすごいことになってるねちなみにだけどさ噛まれたりしたそれならその髪型ちょっと見せてどれどれ これくらいなら大丈夫かなあとちょっとでも深く噛まれてたら君やばかったかもね君がこんなところにいたのって吸血鬼から隠れるためだったんだでもあいつら匂いですぐに君のことを見つけると思うけどな多分だけどもうすぐ近くまで来てるかもどうすればいいか もしよければ私の家でも来るしばらくは匿まってあげるけど <laughs> 了解それならほら早く行こうはーいいらっしゃーい何にもない退屈な部屋だけどゆっくりしてってねというわけで捕まえたごめんねわざわざ怖がらせるようなことしちゃって 君を襲った吸血鬼なんだけど彼女私の眷属なんだあの子が君を追い詰めてパニックになってるところを私が助けるまあ本当は助けるんじゃなくてこの部屋に閉じ込めるのが目的だったんだけどねあれ何言ってるか分かんないそれじゃあ教えてあげる君ね私にはめられちゃったんだよ ちょっと待ってて邪魔な服すぐ脱ぐからよいしょっと <laughs> うんうんやっぱりこの格好の方が落ち着くな改めまして私は君のことをずっと狙ってたサキますよこれから君は私の可愛いいペットになるんだから今からコーラ逃げるなはい首輪とリードでもう逃げられないね 実は私って見てもらえばわかるか私ね実はサキュバスとインキュバスのハーフなのだからたまった欲求を発散するにもサキュバスとインキュバス両方が大好きな方法でしなきゃダメなのそれでねサキュバスの欲求を回収してくれるペットはいるんだけどインキュバスオスとしての私を満たしてくれる子はまだいないのだから君にはね 私のムラムラを解消するためのメスになってほしいんだいいよどうしても本当にそっか悲しいなそれなら無理やりメスにさせてもらうね <laughs> びっくりしたなんだかお腹が熱くてそのまま溶けちゃいそうでしょそれ 本当にお腹の中が溶けてるの。一回ドラドラに溶かしてから、お腹の中を私好みに作り変えちゃうのよ。ほら、その証拠に、君のお腹にとっても可愛い陰謀が浮かんできてる。これが完成したら、君は晴れて私専用のメス。私の眷属になったら最後、もう人間には戻れない。だから、覚悟しておいてね。 それじゃあ始めましょうか <laughs> 私ももう我慢の限界大丈夫だとは思うけど私のすっごいから <laughs> それじゃこれからよろしくね私のメスドレちゃん